特殊ロットの意味わかりますかね。これペーパーいらないんですよ。でこれの良さは毛先の方はちょっとこう緩めに巻いて、じゃあこの中間からテンション入れたいなっていう場合、ここだけテンショングッて入れれるんですよね。中間かけたいなとかいう場合は。であとゴムもこれついてるんですね。そのままロングの場合簡単ですね。これでもう止まります。でこのゴムのねラバーのとこも特殊なんで、あとつかないんですよね、ゴム跡が。なんでそこがすごいいいかなと思います。でここの、見えてないですね。これ毛先がくるくるくるって丸まるんで、ちょっとくるって丸まるんですよ。中のロットが回るようになってて、でこのままくるくるくるっとやっていけるんですね。だから中間巻きとかあんまりしなくても、全然大丈夫です。毛先巻きでいけます。でアシスタントさんが、例えばサロンで巻いたとしても、そんなに誤差なく巻けるんで、大型店でも使用ができるかなと思いますね。これ毛先がくるくるって丸まるんで、今これ滑らしてるんですけど、でそのまま巻いていきます。でテンション入れたい場所、はい、僕はこういうふうにちょっとシェイクしながらかけるんですけど、これは正しい位置に、馴染むようにやってるんですよね。でちょっとこうテンション入れたいなっていう場合は、少しテンション入れながら、あとこのゴムかけがついてますから、このままかけていきます。はい。で、これの良さがもう一点あって、何がいいかっていうと、中間水線でめちゃめちゃ綺麗に、水線できやすいんですよ。なのでペーパー巻いてしまうと、やはり中間水線で障害になってしまったりするんで、そういうところがまずないです。これはで、あとは片付けるときはめちゃめちゃ簡単で、なんていうんでしょうね、ただボールに入れて洗えばもうそれで終わるんで、一人サロンの方でもこのパーマがあればめちゃめちゃ楽です。で今ロングかけてますけど、めちゃめちゃショートのパーマ、短いショート、もう本当に5センチ以内とかでも全然綺麗にかけれて、根元からふわっとボリュームが出るようにかけれるんで、これはかなり優れてますね。これは朝倉のプレミアムロットっていう名前なんですね。本当にね、でここで見えてますかね、これでここでロックするんですね。この蓋をしてくるくるくるって丸まるんで、ここで要はそのテンションちょっと毛先の方は緩めるんですよ。でここからちょっとシェイクしながらテンションをかけていって閉じるというだけですね。はい、カパッと開けて、で毛先を巻いて、でカバーをつけます。そしてくるくるくるって毛先を逃がすじゃない、緩めにして、でそこからテンション欲しいところをしっかり巻いていくような感じですね。はい、このまま毛先を巻きつけたら、これでカパッとはめます。そしたらくるくるくるってロットが回るんで、そのまま巻き込んでいきます。で、しっかりかけたいところは力を入れてテンションをかければいいだけですね。はい、サイドは今これちょっと分かるでしょうか、外跳ねです。でくるくるくるって同様にやってって、トップの方はちょっとバックに巻いてます。分かりますか、外跳ねです。でゴムかけで、こちら、はい、また外跳ねに巻きます。いいですか、このような感じで、はい、パパってはめて、ちょっとくるくるくるってして、はい、外跳ねにします。で、僕はこうシェイクしながらかけていって正しい位置にこうなるようにかけていきます。で、少し今縦になりながら、横からちょっと縦側にするようにちょっと今これ巻いたんですけど、ここは内巻きです。はい、内巻きで、はい、カバーしてコロ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 、はい、くる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 ですね、こんな感じです。はい、まあこれシェイク入れた方がいいですね。シェイク入れて正しい場所に持ってきた方がいいです。はい、でゴム跡つけたくなければ緩め、2箇所止めるところがあるんで、緩め強めってあるんですね。ショートの場合は強くかけた方がいいですけど、ロングの場合は緩めでいいと思います。
はい、で、こちらの方ポップをかけていきますよ。はい、気になる方はプレミアムロット、こちらの方ですね、名前は。で、あの全国で、多分こうなんかこれから、講習なども、されるみたいなんで、まあ、これ僕が作ったわけじゃないんですけど、希望があったらですね、ちょっと問い合わせしていただければ全国回れると思うので、これ本当すごいいいんで、皆さんびっくりしますよ。めちゃくちゃ楽です。てか仕事終わった後もめちゃくちゃ綺麗だし、掃除が本当楽なんで、っていうよりもパーマが綺麗にかかります。ちょっと言い方悪いですけど、おばちゃんパーマとかでもめちゃくちゃ綺麗にかかります。これなんか結構ショートのスタイルびっくりしたんですよね。根元から立ち上がるんですよ。で、このラバーが特許というか特殊で、根元から本当綺麗に立ち上がりがつくんですよね、おばさまパーマとか。なんで、そういうスタイルも作れるんで、本当におしゃれなスタイルから、ちょっと地方の方までこれ使えると思うんで、早物勝ちかと思いますね。これは新しく取り入れた人が勝ちだと思います。はい、これ逆巻きですね。で、ちょっとくるくるくるっと、これテンションここがかからないのがミソなんですよね。ここでテンションかかっちゃうと、ここでかかんないからいいんですよ。くるくるって回ってくれるんで、で、このまま、ちょっとシェイクしながら巻いていきます。で、シェイクして巻いていって、最後ゴムをかけます。で、緩めにかけときます。ロングなんで、はい、まあこんな感じで、ちょっと今喋りながらかけたんですけど、多分本当もともと溶かしている状態から巻いたら5分で巻けます。で、これ簡単にすごいいいのは、例えばずらす場所をずらしたい、かかってる場所をちょっとずらしていきたいとか、ちょっとここかかりすぎそうだから下げようかなとか、例えば中間垂線後で徐々に下に下ろしていって入りを緩くしたいとか、そういうのも簡単にできますよね。通常、ゴムしてたとしたらゴム一回外してやんないようなんで、これだとこう簡単に自由自在にできるんで、その辺がいいかなと思います。で、ちょっと、まあ、ちょっと同じ場所にしないで、ちょっとずらしたりとかしていいと思います。この時にちょっとずらして緩めにしてあげたりとかして、僕はここでちょっと緩めにするんですよね、ロングの場合ですけど、ちょっと緩くしてちょっと下げますしたり、そうすると入り側のところがちょっとナチュラルに入るんで、ちょっとずらします。で、ここでクリープというか、少しウエットの状態で少しこのまま置いて、それから自然に放置して乾燥工程に入ります。あまりいきなり乾燥工程入っちゃうと、ウェーブ効率下がってしまうんで、乾燥工程はやっぱりある程度置かないとダメですね。いきなり入っちゃうともうそこで、もう止まっちゃうっていうかね。もう逆にそれをプラスで使う場合もあるんですけど、もう簡単ですよね。これがゴムもないので、もう洗うのも超楽だし、で、この状態でちょっとラップもしないで、ローラーボールをちょっと回してですね、ちょっと時間を置いていきます。はい、ここで結構時間を置いたんですけども、他はちょっと急いでやったんですが、ここは結構ですね、ウェットの状態から、ローラーボール当てて、でもう自然にですね、余計なことしないで自然に乾燥工程まで、放置しました。で、まあ完全に今乾いてはいないんですけども、自然にちょっと表面少し若干乾いてきたかなぐらいで、20分ぐらい今放置しました。で、この状態で、2剤をつけていきます。だから本当簡単ですよね、何もしてないです。ただ放置しといただけなので、はい、で、このまま2剤です。2剤もね、上の方から薬ついてたんで、そこからちゃんとつけるようにしてください。で、この、プレミアムロットの良さは、まだ
実はありまして、二液の浸透率も非常に良いです。なぜかっていうと、ペーパーがないからです。中までしっかり、ほとんどもうロットに巻きつけてるだけのような感じなので、薬剤の浸透率も高いですし、なんといってもこのゴム跡も使わないし、なんでしょうね、洗うのも楽だし、これは本当めちゃくちゃすごい発見だと思うんですよね、このロットに関して。本当道具を変えると技術のレベルも変わってきますし、新しいデザインを作ることも、どんどんこのロットを使って新しい発想を形にしたりとかしていってもいいと思いますし、多分時間が、自分の余裕の時間ができると思うんで、食事をする時間ができたりとか、まあ、美容師さん忙しいと思うんで、僕も今日朝からずっと、ノンストップでほとんどやってたんですけれども、まあ例えばこれを使うことによって少し時間が短くなるっていうことは、自分の時間も持てるっていうことなので、その分余裕が持てますよね。なのでそういうところでも結構いいかなって僕は思うんですけどね。ちょっとね、アウトして様子を見てみようかと思うんですけど、アウトもめっちゃ楽で、このままこのパカッというのを取っちゃえばもうプルルって取れちゃうんですよ、こんな感じで。あとはちょっと雑ですいませんね、ここもこれ痛いですか？いや全然大丈夫ですすいません雑で、まあ、このまま取っていって、もうこの下の液につけちゃった方が僕はいいかなと思うんで、ここにつけます。この荷材自体にもうウルカしておくぐらいの方がいいと思うんで、でパカッと外せばもう簡単に取れます。こういうふうにしっかり毛先までやっぱり薬がついてますね、本当に。だからこれお客さんも楽ですよね。楽ですね、はい、ターバンもしないし、そうですね、めっちゃ楽です楽です。でここにつけて、ちょっとねしっかりこの一材をここでねしっかりこうなじましていって、一材は絶対残留してますから、その残留してる一材をここでしっかり取ってあげることが大切です。いかにこの二材に浸透させるかっていう部分だと思うんで、ましてやこのあとカラーをやるっていう感じなんで、このあとカラーしたら多分かなりだれちゃうと思うんで、シャンプー台の方でちょっとカラー剤の粘土を柔らかくして塗っていこうかなと思っております。でオキシーここでもちょっとですね頭を使うんですけども、今ここでこのままカラーをシャンプー台で塗って、時間を置いたら塗っていくんですけど、今これ下垂が毛髪の内部に今入ってると思うんですけど、っていうことはカラー剤の下垂の濃度が若干上がるような感じになるんですよね。毛髪の内部に下垂がすでにありますので、その下垂と、カラー剤も反応してくると思うんで、加水のパーセンテージをちょっと下げたりとかしてもいいかなと思います。絶対残留してるんで、なんで僕はこう流さないでこのまま入るんですけど、時間の関係もあって、なんでこの今入ってるこの使ってる加水も考慮した上でのカラー剤を設定していかないとダメだと思うんですよ。なので、今髪の毛が、まあ、実際ね顕微鏡で見てるわけではないので分かんないんですけど、どういう毛髪の状態になってるのか、毛髪内部はどういう状態で今どうなってるのかっていうのをあくまでも頭の中で予測しながらやっていかないと失敗する可能性があります。ですので、まあ、正直な話これ今加水の濃度は上げてますね。ちょっとスピード上げるっていう部分もありますし、まあ、薬剤もちょっと一材が弱いんで、加水はちょっと濃度若干上げてます。上げたらいいかっていう問題ではないと思うんですけど、そこは薬事法的に、自己責任になってくると思うんで、ちょっと僕は斡旋できないんですけども、自己責任でやってみてください。いけますか？大丈夫です。ちょっと一瞬なんですよね、はい、シャンプー台のシャワーをジャーって出したいなっていうぐらいなんですけど、
行けます？はい、行けます。ちょっと一回ビデオ撮ります。あ、で、これロットなんですけども、わかりますかね、これ。皆さん、ペーパーとゴムがあったらどうでしょうか。めんどくさいですよね。これ、一人サロンとか大型店でも全然使えると思うんですけど、このまま水につけて終わりです。なんと洗うのはそれだけです。非常に効率がいい。あと何もしなくていいんですね。そのまま乾かせば使えるという、はい、で数もあまり必要ないと思います。すぐ使えるんでっていうような感じです。はい、今、カラー終わって、とりあえず全部終わりました。で、毛先切るぐらいだったんでカットは今回省略させていただきました。時間は2時間です。で、これから、乾かしていくんですけども、あんまりちょっとこう顔にワックスつけるのが、モデルさん苦手みたいなので、こちらのヘナジェルとヘナウォーターですね、こちら、トリートメントしながらスタイリングをしていきたいと思います。なんでこのまま帰って寝ることも可能なので、今日はワックスとかは一切つけないで、こういう自然派のものでスタイリングしていきたいと思います。はい、まずですね、ヘナウォーターを全体につけて切ります。これ2つがまあ反応するんで、ヘナウォーターマイナスっていうのがつけていきますね。匂いどうですか。これは北見の発火の香り。あ、そうなんですか。はい、すごいいい匂いですね。爽やかな。黒松菜知ってます？あ、ちょっとわかんないです。黒松菜知らないですか？はい。あ、はい、はい。黒松菜のお水使ってですね、これほぼ動産なんですけど、プラセンタとか、あと白樺のエキスとかですね、いろんなものを使ってるんですけど、オーガニックなのトリートメントになります。で、まずこれでベースを作ります。で、コテ巻く方はこれコテローションとしても使えるんで、熱反応を起こして、熱と定着してくれるんで、それだけでも全然効果がありありというか、使えば使うほど髪が綺麗になってきます。はい、で今日はウェーブのスタイルなんで、これに、ヘナジェル、まあ他の動画見てください、ヘナジェル使ってるんで、でこのヘナジェルを使って、今日はムースの代わりっていうかね、流さないトリートメントなんですけど、顔についても肌が弱い方でも大丈夫です。まあこれに使ってる成分的にはメインで使ってるのは医療用の、人工血管とかでも使われてるような成分を使ってるんで結構安全なんですね。はい、で水分も保持してくれますので、あと、まあ、このヘナですね、やっぱりこの2つとも共通してるのが、ヘナが髪の毛を強化してくれますので、実際自宅でヘナをされるのってすげえ面倒くさいと思うんですよね。部屋汚れますし、で、これ2つしてくれるだけでヘナと同じような効果が出ますんで、めちゃくちゃいいんですよ。ヘナ多分やるのって多分めんどくおっくうだと思うんですけど、これを毎日やるだけでヘナの効果が持続できるということですね。はい、で、スタイリングです。はい、ヘナジェルを、取っていきます。そして、毛先の方にですね、ちょっと揉み込んでいきましょう。で、夏場なんかは実際もうこのままでいいんですよね。自然乾燥で OK みたいな感じでも大丈夫です、夏場だったら。まあ、冬は寒いんでちょっとあれですけど、これ匂い分かります？なんかグレープフルーツみたいな匂いします。ちょっと合ってます。もう一個実は北海道の、ヒントは北の国からなんですけど、ラベンダーですか？そうです。ラベンダーが使われております。で、こちらのまたラベンダーと北見の発火が融合して、あと、まあ、ヘナの香りもねするんですけど、あと柑橘系の香りがします。これ融合したらいい匂いしますよね。すごいいい匂いです。ありがとうございます。言わせたわけじゃないです。ありがとうございます。で、ここでですね、まあノビー専用になるんですが、こちら朝倉のエアレスドライヤーっていうのをいつも使ってるんですけれども、
これを使うと早く乾いてくれるんで、これ何がいいかっていうと、このノビーっていうドライヤーにつけれるんですけど、このままここに毛束を入れてですね、でこのまま待ってるだけでいいという感じなんですね。それでもうウェーブが作れるのですごく楽です。でこのままこうやるだけなんですね。非常に楽ですね。こんな感じに、やるだけで綺麗なウェーブが簡単にできてしまうっていう非常に便利なエアレスドライヤーですね。でですね、ヘナジェルがまた乾いてくれて、少しヘナジェルってパリッとするんですよ。でそのあと手口通しても全然サラサラの状態なんで、手口通してもいいですし、通さないでウェーブを楽しんでもいいですしって感じで、相性はいいと思います。ちょっと触ってもらっていいですか？結構すごいサラサラしてますね。あ、してますよね。はい、全然乾燥してないです。なんかなんて言うんだろう。そうですね。なんかあんまりベタってならないっていうか。そうですね。はい。ベタベタも全然してないですね。はい、ありがとうございます。で、こんな感じで、終了したんで、ちょっと撮ります。はい、どうかな、変わったかな、だいぶ。いや、すごいいいですね。カールもちゃんとしっかり出てて素晴らしいです。まあちょっとね、スタイラーで乾かしたんでちょっとカールは出てますけどね、こう自分でやるときはもうちょっと緩くなっちゃうとは思うんですけど、はい、色もブリーチのとこのカラーも明るくなったんでいいかなと思いますね。ちょっとどうですか、実際そのモニターで見てるのとちょっと違いますよね。違いますね。大丈夫ですかね。これで撮影に入りたいと思います。はい、ありがとうございます。